ゴールドコーストマラソン出場に向けて意気込みを語る仙台写真を拡大。男子マラソンの川内優輝、31イコール埼玉県庁が28日、ゴールドコーストマラソン、7月1日、出場のため、羽田空港からオーストラリアへ出発した。今回は川内ファミリー、母と弟2人、で出場。家族4人での海外レースは初めてなので、表彰台は狙っていきたい、と家族愛をパワーに変える。一方で、前回大会は新婚だった野口拓也、29イコールコニカミノルタ、に敗れて3位。今回も野口との勝負になると予想しているが、前回は愛の力に負けました。野口は、今年も新婚のようなもの、家族愛の力ではかなわないかも、と話した。